バクーコングレスセンター外観と内部第43回世界遺産委員会は2019年6月30日から7月10日の間アゼルバイジャンの首都バクーで開催された世界遺産委員会の年次会議である会場となったのはバクーコングレスセンターである文化遺産24件自然遺産4件複合遺産1件の計29件が登録された結果 世界産リスト登録物件の総数は1,121件となった。委員国は以下の通りである。地域区分はユネスコに従っている。物件名に印がついているものはすでに登録されている物件の拡大登録などを示す。太字は正式登録された物件。英語名とフランス語名は諮問機関の韓国文書に基づいており。 登録時に名称が変更された場合にはその名称を説明文中で太字で示してある。第43回世界遺産委員会の審議で新規に世界遺産保有国となった国はない。この時点で世界遺産条約を締約している193カ国のうち世界遺産を保有していない国は26カ国のままである。このほか以下の世界遺産が 危機遺産リストへの掲載を検討されたが見送られた。以下2件の名称変更が保有国から申請され承認された。ウクライナの世界遺産の方はキエフの綴りのみが変更されたものである。日程の長期化により委員会開催にかかる運営費用の増大が問題となっているが産油国であるアゼルバイジャンは 潤沢なオイルマネーにより新築で設備が充実した施設が多く、多くの国際会議を誘致している実績があり、途上国では提供できない快適な状況を提供しており、今後の開催希望都市へのプレッシャーを与えかねない。アゼルバイジャンはイスラム教国ながら世俗主義で、キリスト教社会との接点も多いことから、西洋世界の評判も良く、 文化間対話を積極的に行うバクープロセススはユネスコも高く評価している一方で事実上の一党独裁制で、先制的な側面もあり、強気な姿勢の現れなのか、自国の推薦物件である、社紀の歴史地区とハーンの宮殿の登録審査では、事前韓国では不登録だったものを、アバルファスがいる議長が議事進行役を離れ文化大臣の肩書きで、 委員国の委員として列席するという前代未聞の状態でシャキの歴史地区とハーンの宮殿の素晴らしさを力説して登録に持ち込んだ。シャキの歴史地区とハーンの宮殿が登録された7月7日夜アゼルバイジャン大統領宮殿において大統領主催の登録記念祝賀パーティーが予定通り開催された。この逆転登録とは対照的に 不登録勧告を受けた案件を取り下げた推薦国に世界遺産条約の精神にのっとっていると拍手を送る場面もあった。他方2019年1月1日付でユネスコを脱退したアメリカがフランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群を推薦し登録となった。米国務省は世界遺産条約を破棄したわけではなく世界遺産基金も納付しており、 推薦の権利はあるとしたことで、今後模倣追従する国が現れないか記具される。ユネスコ関係者も様々なコメントを発した、ノートルダム大聖堂の火災後の再建に関して、今回の委員会では議題にされないことが確定し、世界遺産の管理者として、無責任との批判が紛失している。今委員会において登録された、イタリアのコネリアーノとバルドッピアーデネの プロセッコ栽培給料群に関して2007年に橋を発した世界金融危機により高額なフランスのシャンパン離れから安価で高品質なプロセッコに注目が集まり大幅な売上増加となったことで急遽増産植栽を行ったため土地が痩せ2016年には収穫量が50%も落ちたばかりか大雨で土壌流出が発生し 世界遺産として評価された景観を形成するシグリオにも崩壊した。こうしたことからユネスコと世界遺産委員会は登録審査に際して学術的価値の精査のみならず経済活動が伴う稼働遺産ではその経済的現況や社会背景にも注意を払うべきとの意見が出されている。ありがとうございます。